嫌やけどやめなかった。若い頃は時間ちょっとかけててもいいんじゃないかなっていう。初任給は自分のために何か買うべきやと思います。新しい視点を提供してそれを正しいと思わせる、これがまずすごいなと思いました。今まで何か聞いてきたどのビジネスマナーよりも実践的で幅広く使えるものも多くて、なんかさすが又吉さんだなって思いながら、100-5。よろしくお願いします。じゃあビジネス編ということで見ていただければ。楽しみです。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。やっぱり準備をちゃんとした方がいい。おお。いろんな仕事のこととか、はい、なんか準備せずにフラッと行ってできちゃったみたいな、そういう天才タイプに憧れたくなるのも分かるんですけど、うん、とりあえずできる限り準備はした方がいいんじゃないかなと思うんですよね。準備しないものだっていう感じの考え方の方も、芸人さんの世界ではそれが美徳みたいなところもあったりするんですか？そうですね、やっぱ準備せずにプラッと楽屋来て、なんか芸人で喋って出て行って、うん、爆笑を取るみたいな人も、うん、まあ、いるんでね、一部、うん、例えば大悟さんとかそういうタイプだと思うんですけど、うん、それをなんか山ちゃんがなんかのライブで山ちゃんと喋った時に、はい、又吉君どう思うと、大悟さんってあんだけ酒飲んで、うん、でも仕事であんだけ面白くて成果出してることに対して、うん、どう思うかと、うん、山ちゃんはあんな尊敬してた先輩のに、うん、やっぱりすごすぎて不安になるんですって。はあ。なんか怖くないみたいな。はあ。あの人が酒飲んでなかったらもっとすごかったのかなみたいなことを山ちゃんが言うてて、いや俺なんてこんなさ準備してさみたいなって言ってたんです。で僕は大悟さん酒飲まへん生活したらむしろ面白くなくなるんじゃないかなあの酔拳でやってるってことじゃなくてあの自然体やからいい、あの大悟さんでやれてて、うん、って考えると、その時僕山ちゃんに言ったのは、多分大悟さんにとっては酒は守護神やと、はあ、で山ちゃんにとっての守護神は多分ノートとペン、はあ、って考えたら神様に偉いも何もないやろと、はあ、だからえんちゃうって言ったんですけど、はあ、それは多分僕もノートとペン使うタイプの芸人なんで、ノートとペンめちゃくちゃ使う時間を費やした先にノートなしでできるようになったりとかってすることもありますからね、速度が上がったりとか。準備はまずはした方がいいんじゃないかなっていう。で準備せん方がうまくいくなっていう人はしなくてもいいかもしれないですけど、まず準備しなくてもうまくいくタイプの人間になりたいから準備せんとこっていうのは逆言ってるなっていう。準備せずにやれるようになるためにはまず準備しまくった方がいいんちゃうかな。なるほど。準備嫌いですね。準備しないでできたからこそ本物じゃんみたいなところがあるんで、でも確かに準備をしていく中で自分の新しい発見があったりとか、そこからまた成長できたりできるっていうのはあるんだなと思いました。就活も結構やんないで臨んで受かった人がかっこいいとか私も思ってたし、先輩とかもやっぱそれができた人がかっこいいみたいな感じのポジションにいたからそうだったのかなって思ったんですけど、でもやっぱ
通ってる人にはすごく圧倒的に準備してる方が多かったし、ここぞって決めなきゃいけない時こそ準備をするのって大切なんだなってすごく思ったので、あとまあその頃のなんとなく記憶とかで言うと、はい、みんながこれ絶対無理やろなって思ってる仕事とかあるじゃないですか、はいはいはい、例えば応募があって、はい、100人ぐらい社員さんがいる中で2人しか採用されませんとか、はい、なんかこれも絶対無理やろなっていう時は僕は逆にめちゃくちゃ狙い目の時あると思うんですよ。倍率は相当高くて難しい、はい、っていう時ほどチャンスがあると思う。チャンスがあると思うんですよ、うん、なぜかというと絶対無理な時ってまあ無理なんですけど一応やってみますってみんなやるんです。まあ、だから実はそういう時って死ぬ気でやってるやつが少ないんです。なるほど。自分と同じくらいのレベルのやつがなんとなくでやってるんです。フルパワーでやってないんです。だからそこで自分がみんなよりちょっと劣っててもフルパワーでいったらそういう狭き門こそ開く時あるんですよ。なるほど。大阪で200組、うん、東京で200組みたいなのをネタ見せして質疑応答して3組選ばれてユニット番組を作るみたいな。狭きもんですね。そのオーディションが劇場でやるから朝からやったんですよ、はいはい、朝8時集合とかで、ほんならもうみんな眠そうな顔して寝癖ついたまま、なるほど、もう起きた時あった服急いで着てきましたみたいな格好でみんな来るんですよ。で僕は逆にバチッとした格好してたら目立つなと思って、で8時から8時入りやったんで、はい、7時に集合して、うん、ネタ合わせしてもう完全に体を起こしてもうこうもうなんていうんですか、体から湯気出てる状態でみんな眠そうな2人だけなんかもうふわーっとなって顔もなんか赤なっててみたいなっていう状態を作り上げてオーディションが始まるじゃないですか、はい、でもネタ仕上がってるからずっと袖で質疑応答も見れるんですよ他の人も。ああなるほど。どういう質問されるんかなみたいなから、はい、もう質問されると同時に何々ですかってこう返せるし、うんっていうのでそのオーディションは受かりました、はい、うん、だから絶対無理って言うなとかじゃなくて、うん、それ精神論じゃなくて、はい、絶対ダメなんてことはないじゃなくて絶対ダメそうな時みんな絶対ダメと思ってるから、あのもしかしたら怠け者だらけの芸人の世界だけかもしれないですけどそれに近いシチュエーション多分あると思うんですよ、うん、私もあの周囲に絶対無理って言われてきた人間なんですよ。185万円の年収の家庭で親族に誰も大卒者がいない家庭でして、まあ、そこから早稲田に行くって言ってたんですけれども全員に無理って言われましたよね、はい、まあ9年かかっちゃいましたけど、なんとかですね、達成できたと。だからみんなが無理だと思っていることほどチャンスがあるのかなと思いました。新社会人の皆さんは、はい、これから会議とか、まあ、打ち合わせミーティングにあの出席すると思うんですけど、その時にまあ明日どういう会議があるのかっていうのを前もって分かるじゃないですか、はいはい、である程度準備して、はい、じゃあこれを言おうっていう、でもし会心の一撃みたいな、うん、これ通るでみたいなものを持ってる時、はい、あのワクワクしすぎて会議の冒頭で出さないでくださいあの通ってたはずのものが通らなくなるんであのみんな一周目はなんかちょっと最近どんなことあったみたいなとこからこうなんか始まってタイミングありますね。そっからみんな最初自分の中で持ってるご機嫌伺うぐらいのカードからいって、うん、で徐々に上げていくっていうイメージを持ってる先輩方の中に、いやそれ試合決めれるカードやのに、うん、なんで1周目で出したみたいな聞く側もまだこの会議これで終わると思ってなかったから
それがちゃんとストレートに入ってこうへん状態やったりして、あるな。これもいいですね。僕もコンビなんで、はい、ネタ合わせするじゃないですか、はい、で僕が基本作っていって、うん、こんなんどうっつって設定出してボケこんなんでってやるんですけど、やっぱり綾部もちょっと古いタイプなんで結構ちゃんとネタ合わせしてる感が欲しいんです。1時間2時間ここにいたよっていうのをできた、もうできてるよ、これなこれ明日やりましょう、 OK では納得いかないんです。だまず待ち合わせしてファミレス行って、まずあいつが最近見た映画の話を丸々1本分聞かされて最近の恋愛の話聞かされて、そろそろ初めていいかなって思ってもここでも僕は明日これで行こうっていうのは出さないですね。まあ、ちょっとやってあいつが疲れてきたなっていうぐらいの時に出しますねできっちり2時間ぐらいで終わらすか、それで綾部がうーんってなったらめっちゃ長引きますね。はあ、めっちゃ若い頃はほなもうこれでいいやみたいなのがあった時は、その打ち合わせの前に自分一人で考える時間が何十時間もあるから、はい、考えてもうこれやなっていうのを持って行って、はい、あいつが難色を示して、うん、そっからこうじゃあってその場でいろいろ出していったりして、あ通らんな通らんな通らんなぐらいで、あいつもなんかもヘラヘラになってきて疲れてきてで僕もなんか消耗戦に持ち込んでなんか帰ろうとか言わへんとか明日にしようかとかも言わんと、うんどうしようかみたいな、あいつなんか疲れてきたなみたいな見えてきた時にこれはみたいな感じで一発目出したやつ言ったらいいじゃんそれで行こうよって通る時あるんですよ最初に言ったやつと一緒やんみたいな。いやめちゃめちゃ有用でした。なるほどなって、今までなんか聞いてきたどんなビジネスマナーよりも実践的で、もうぜひ使ってみたいですね。あ、なるほどなって思いました。自分そんなに人前とかで積極的に発言できるタイプではないんですけど、そんなに喋れなくてもタイミングを見て発言することができればいいっていうのを知って、ちょっと気持ちが軽くなりました。ちょっと抽象的なんですけど、はい、高いところは見晴らしいいんですけど、はい、ボールは低いところに流れてくるっていう状況がよくあるんですよ。ほとんどの人は見晴らしい高い場所を目指すんですよ。みんなに尊敬されたいし、はい、でそこを目指すんですけど、実は一番そこ一番低いところで待ってるとボールがだいたい低いところになんか流れてくるなっていうのがなんか若い頃に結構思ってて、僕にとってのネガティブな要素、自己演出をしたつもりはないんですけど、暗いんやなとか声小さいんやなとか死神って言われてんなとか貧乏そうに見えんねやなとか、なんか そしたらやっぱり回ってくるんですよ、チャンスが。一番と最下位に発言権があるんです。だから一番はかっこいいですよ、やっぱり、うん、一番はかっこいいんですけど、なんか一番目指して中途半端な3番4番ぐらいにおるんやったら、うん、穴の底で構えてボール転がってくるの待つっていうのは結構転がってくるから、まあ、劇場では僕もキモいとか言われまくってて、キモいとか言われまくってるとなんか受けやすかったり目立つんですよね。で世に出たらアンガールズの田中さんとかスーパーエリートがいて穴のなんか穴の王みたいな人がいて、いやもう盲点です。チャンス掴むにはなんかやっぱり上に行かなきゃいけないというイメージあったんですけど、なるほど。とにかくなんか自分を成し遂げたいと思ったら人にバカにされてるところに注力することがすごく大事かなとは思うんですよね。やっぱり休労とか就職もできないし世間的な見栄えも悪いけど、バカにされながら休労を使用してる、それでいろいろこういった、まあ、会社にも来てくださいみたいなお話をいただいたりとか取材なんかもいただいたりとかしてるのとちょっと似てるかなと思いました。
矛盾するようで矛盾してないと思うんですけど、嫌だ、だから嫌ならやめるっていうのは否定はしないんですけど、嫌やけどやめなかったっていう場合に得られたはずの経験とか、自分の成長みたいなものは手放すことになるっていうのは分かってた方がいいかなと。暴力的に頑張れみたいなことは絶対に言ってはいけないけど、プラスに作用する時も確実にあったから、最初は確かに何でもちょっと嫌やしなとか、今自分が嫌やと思ってるのは永遠に嫌なのか、仕事に不慣れで何をやったらいいか分からん不安から来る嫌なのか、でもそれっていうのは1ヶ月後って状態変わってるんじゃないかなとか、いろいろ検証した上で、まあちょっともうちょいやってみるかっていう選択もあるかなっていう。9年かけて大学に受かったっていうのがすごく自信になっているんで、それより辛いことってこの先の人生ないだろうなって思えるようになったんですよね。だからこそやっぱり仕事を辞めないのに大事な側面もあるというのは間違いないなと思いました。これはすごい刺さりましたね。仕事を始めたての時っていうのが、嫌っていう気持ちと不安っていう気持ちがなんか近いような感じがして、仕事の中で楽しみを見つけられたりプラスの作用に変えていきたいと。まあだからその嫌にも種類があって、絶対これ違うだろうっていうのは僕はやらないつもりですけども、でもやっぱりそれが自分のそのね、あの陶芸家にとって、まあ、もしプラスになるって自分で思ってれば僕はいいと思いますけどね。否定っていうのは時には必要なことなんじゃないかなっていうことはありますよね、若い人にとっては特に。うん、おいくつでしょ。僕ですか、はい、僕は28です。28、はい、28です。そうなんですよ、ちょっと、はい、ろくろをしてて、はい、ろくろとかかってるんですけどね、すみません。そこまでするっていうのが率直な感想で、常識を超えたり限界を超える一番いいことなのかっていうところをこうなんか覆された感じ。